昨年中止された公募書店、今年2021年はどうなるか、うどよしが予想します。皆さん書いてますか？どうも、書家うどよしです。今回は2021年度に行われるであろう大型公募書店について大胆な予想をしてみたいと思います。まず書道業界に関して皆さんどのくらい知識があるのか分かってないので、ざっくりと話をしますね。書道業界というのは日経新聞以外の大手新聞社で寡占されています。大きい順、毎日、読売、産経、ここまでが三大書店ですね。まあ大体この三つの書歴を持っていれば、まあまあ一番社会的に通用するというか、そんな感じです。書道の段級とか師範とか、英検3級とか4級とか、そんなレベルなんで、まあまあ言う人はいないです、業界の人でね。師範免状持ってますなんか言う人は絶対いないですね。はい。まあこれで3つ3大書店で、ここにね、一応公募店の最高峰として日展が入ると、これで4大書店となってます。で、朝日新聞がね、抜けてるんですけど、朝日新聞はまあ自前で書道団体というか書道店を持っているんですけど、まあそれもあるので、まあ日経新聞以外は書道団体を持っているというふうに思っておいてください。で、大体ね、この毎日読売産経で80% か 90% ぐらいの書道業界のシェアを持っているというふうなイメージで良いのかなと思います。もちろんね、私たちのように独立系でやってる方もたくさんいるんですよ。毎日さんとか3万点集めるし、読売さんは1万6000点ぐらい集めるし、産経さんで7000点ぐらい集めるんですよ。で、これ出品料っていうのがかかりましてね、まあざっくり言うと1万円から1万5000ぐらいかかるわけです、1点出すのにね。さっき言ったように3万ね、点集めるでしょ、なら3億ですよ、ざっくりと。まあ4億ぐらい集まると思うんですけど、まあそんな感じ の, イベントなんです、書店って。だからすごい膨大なお金が動く美術展で、日本でも書道がなくなれば美術館すっかすかになりますよ。東京都美術館とか国立新美術館って書道のためにあるようなものと言ってもいいような気がします。地方も多分そんな感じじゃないですかね。書道展っていうのはいつ行っても公的美術館ではやってますね。はい。まあそんな感じの書道の業界で、2020年はコロナでね、公募展っていうのは大手さんはね、産経しか やれてないんじゃないかなね。読売も毎日も中止したんですよ。正確に言うと延期という表現ですけど、で、今年の2021年は私はやると予想しています。まあ、なんでかというと、さっき言ったように数億集めるイベントなんですよ。なので2年連続やらないっていうのは結構経営的に厳しくなるんじゃなかろうかとね、思うんですよ。だとすると今年はやるでしょうと。で、まあ大胆予想はここじゃないんですよ。審査に関してなんですけど、審査員って書道の場合もうほとんど高齢者ですよ。70歳以上はもうほぼほぼです。40歳とかで大手の審査員ってすごい少ないと思いますよ。で、そんなに多くないんで、まあ皆さん高齢なんですよ。で、高齢になると集まれないんですよね。ゴールデンウィークはぐらいが締め切りだったと思うので、まあそのあと1ヶ月以内ぐらいにやるんじゃないですか。なのでコロナがね、収束してるとはいえですよ、まあ審査の先生方がね、一堂に会するっていうのは結構厳しいのかなと思うんですよ。まあ特に新聞社さん主催なので、散々ね、議員の会食がとか言ってたわけですから、まあまあ自分たちのお抱えの団体からね、クラスターを出すわけいかんじゃないですか。さらに死亡者とか出しちゃったらね、目も当てられないのでね。で、それはちょっと避けたいんではなかろうかと、想像ですよこれは。なった場合に審査ってどうするのかってなると、すっごい極端なことを言うと、
章だけ先生とか振り分ける可能性もあるなと、よく分かってる方はあああるかもねって思うかもしれないです。審査の仕組みをざっくり言うとですね、まあこれどっかの大学生が論文とかにも書いてるんですけど、審査っていうのはガチ審査ではないです。まあ近いのはプロレスですかね。もうなんかね、勝敗は事前に決まっている感じです。なので、まあこんなコロナの時なんでね、50点出しました、20点入選とかなんか賞ありますっていう、その賞だけを連絡する先生のところにね、でその指導者の先生が自分のところの生徒に賞を振り分ける可能性があるんじゃなかろうかと思ってます。なのでこれ先生は絶対言わないと思いますよ、言わないと思いますけど、今年は先生の権限がもしかしたら強い場合があるかもしれないなと思ったんですよね。いやそんなことやってんのかってなるかもしれませんけど、実際に多分産経も毎日もより読売も、審査をやったとしても一回指導者の先生のとこに内定が行くんですよ。内定っていうのは内定の連絡があるっていうの、その先生のとこには何々賞が何個、何々賞が何個、何々賞が何個、入選が何個みたいに来るんですよ。で一応名前書いてるはずです、誰々さん誰々さんと。でそれを先生が調整できるんですよ、おそらくね、おそらくって言わせてください。でこれは悪い面もありますよ、確かにいい面もあるんでね。何がいい面かというと、ちょっとこう長年続けてるけど賞がもらえてないな、あこの子に賞あげようか、あこの子ちょっと賞今年我慢してもらってこの子にあげようかなっていうみたいにこう入れ替えができるんです。これ何がいいかっていうと、辞めそうになってる生徒さんがちょっとやる気を出してくれるじゃないですかね、褒めれば伸びるみたいな感じですよ。だからそれの書道界の発展のため、書道を習ってもらうために、まあ実はこういう賞を調整するっていう機能は役割を果たしているわけです。はい、まあ悪い面で言うと先生に気に入られないと賞がもらえないので、まあいつまで経ってもその受賞後に指導者に払う謝礼金というね、お金がなくなりにくいのではないかなという気はします。要は謝礼金を渡さない生徒は賞がちょっと落ちるねわけですよ。先生もビジネスでやってるわけですからね、書道展ってビジネスですから、なんか美しい話ではないですからね、ビジネスです。はい、なのでまあお金の問題が結構大きい、特に今書道教室ってきついと思うんですよ。これは別に書道に関する話じゃなく、習い事全体がまあ自粛傾向にあるし、新規入会なんていうのはとんでもないとなっていると思います。多分ね、私のとこだけじゃないと思うんで、はい、だからそんな中でね、やっぱり少しでもこの生徒のやる気とか新規会員を獲得するためには、やっぱり団体の権威性とかというか馬人参するというか、そういうところも必要なので、まあ書展はやらなきゃいけないというか、審査はやらなきゃいけない、実際には書道展は誰も見に行ってないんですよね、応募者は。なので書道展をやるやらないは本当にどうでもいい話なんです、公募展の人たちにとって。我々みたいな小さな団体は見てもらいたいからやるんですけど、大手公募展は合格発表会なので、まあ展示しますという体裁を取ることが重要なんであって、別にあれ展示する必要ないんですよ。ただ展示をしないとなると表具代が取れないんですよね。書道展で出品料が1万円ぐらいかかるんですけど、それで終わりじゃないんですよ。だいたい2点出して1点受かるんで、まあ2万円出して1点展示ができます。でもその1点の展示って紙ペラをね、こう展示するわけいかんから額に入れなきゃいけないんですよ。で額に入れるとなると仮額代っていうのがまだ1万ぐらいかかるんです。出品料2万円で1点展示で
借り額代が1万円でこれで3万円ぐらいかかるでしょ。ね。でさらに入選させていただきましてありがとうございましたって謝礼金がまあ入選だったらないと思うけど入賞レベルになるとまあ5万とか10万とか30万とかいう話が出てくるのでまあこの先の話はねもうこれは個別具体的な話になっちゃうんでねその団体にもよると思うんですけどまあこのお金がねなくならんのですよねこの謝礼金っていうのはねだからまあお金がかかっちゃうわけです。まあ、僕は良くないことだと思って、います。僕はこれお謝礼金がいるんであれば、出品料を上げるべきだと思いますね。それは弱小なところも大きいところも展示するコストって変わらないわけですよ。むしろ大手は東京都美術館借りられるんで、東京都美術館でね、多分ね、市場の20分の1とかね、10分の1の賃料なんですよ、あそこ。めちゃくちゃ安いんです。だから、大手の方がかなり優遇を受けてるんです。優遇を受けてるので、正確に言うと競争が平等に行われてるわけではないので、大手さんだけどん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 大きくなるわけです。で、小さいところは伸びないというか、集まらないんですよね。だって同じ出品料1万円で、うどよしのところに出すのと、毎日に出すのどっちって言ったら、権威のある毎日出すじゃないですか。文化庁の講演とかあるね。こっち出すでしょ？ね、だから、小さいとか育たないんですよ。でも実際にはこれ3万円以上かかるわけです。1点展示するのに。うちは1点展示するのに1万円なんです。でも、出品料1万円、出品料1万円を比較すると同じじゃんって見えるでしょ？これはね、本当にね、良くないことだと思うんですよね。ここにさらに謝礼金っていうのが入ってくるので、まあこの謝礼金問題もね、別のところで触れてますけども、まあ、日展だと昔は数千万動いているという話もありますよ。日展は入賞で100万、特選で2、3000万っていうね、話が あったんですよ。いや、これガチな話ですからね。ガチでそういう話があるわけですよ。だからね、まあ、よろしくないなと僕は思いますよ。でやるんだったら謝礼金じゃなくて出品料にちゃんと載せて出品料実際5万とかかかるんだったら5万出品料すればいいじゃないですか。集まらないのはそれは知りませんよ。だってうちだって同じ条件なんだもんってなりますよ。それでも東京都美術館借りられるだけですっごい有利なんですから。東京都美術館僕ら借りられないですからね。ね、まあそういうのもあってね、まあ今年の審査はもしかしたらその先生方がかなり権限を持っちゃうかもしれないなというふうにちょっと思ったわけです。はい。まあね、この辺はね、審査のことについてね、論文とかも学生が書いてたりするので、それ辺をあさってみたりするとまた面白いんですけども、また機会があったらね、これ動画で紹介しようかなと思います。はい。ということで、うどよしでした。チャンネル登録よろしくお願いします。